レコーディングしてる時にね、今年か坂崎のアコギをちょっと弾いたら結構いい音すんだよ。当たり前だけどねこれ何すごい弾きやすいじゃんって言ったら、これこれこれでどうのこうのっていうね説明を受けましてね、最初はちんぷんかんぷんだったんですけど、だんだん分かってきたんですけどね、意外とギターのこと知らないんだよね俺ね。で、あ、これは弾きやすいっていうのがあって、まあ坂崎に紹介されて、ゲットしたのはトリプル O の M15 っていうのかな、5だっけ、まあそのねやつなんですけどこれがなかなかね気に入っちゃってね、おこぎずっと弾くようになっちゃって、それからねちょっと今年なんかすごいアコギブームになっちゃって、自分の中で69年か70年のね、マーチントリプル O の28っていうのが出たっていうことなんでね、これねなんかこう楽器屋さんがね持ってくんですよいやだから別にさいいけどと思ったんだけど、いやダメだな、これ掘り出し物ですよ、これはもういいよって弾いたらね、すげえいいんだこれが、参ったなと思って、これでもね100万しないんですよこれ。そうなの、いくら、99万だって、1万くらいかよ。まあでもそれでもなんかね気に入っちゃってですね、そのトリプル O の、マーチントリプル O のですね28をゲットしてしまったんですけどね。あ、これちょっとね面白いな、ラムネさんから質問つうの来てますよ。高見沢さんこんばんは、坂崎のピンチヒッターお疲れ様です。高見沢さんがピンチヒッターということで質問です。最近ゲットされたギターの使用感が知りたい。今言いましたねこれね、マーチントリプル O の42、マーチントリプル O 28フェンダー6機、実際弾いてみてどんな弾き心地ですか、あとマーチン4兄弟についても教えていただけたら嬉しいですということなんですけどね。そうなんですよ、火がついちゃってね、その後ねトリプル O っていう存在をね僕知らなかったんですよ、本当にアホだよねギタリストに。あんまりアコギのことに関しては本当に分かんなくて、で坂崎にずっと教えてもらって、あ、そうなんだと思ってね、ちょっと薄いんですねボディがね、で小ぶりなんですよ、でだからエレキを弾く人間にとってみると非常に弾きやすいんですね。アンプラグドでエリック・ラプトンが弾いたっていうのは、その時知りました遅すぎ遅すぎだよお前っていうことですけど、それでねマーチントリプル42をね探したらなかなかもうないのね。そしたらねまた楽器屋さんが出てくるんですね、これね、ありましたっていうことでこうなるとさ、なんかこう図式的にさ、やっぱりほら引き取るか引き取らないかってことでしょ、で一応引かしてくれよと、試し弾きだろみたいなね。でも試し弾きをするってことはね、僕は弾いちゃうともうダメなんですよ、弾くとこの音はいいなって思っちゃうんですね。ちょっとそこ単純な、単純なのかこれなんかな。だから、試し弾きするからって時にね、わかりましたってものすごい勢いで来ましたからね、どこでも行きますか、来ますからね。で違うところでちょっとこう弾いたら、もう本当にこれはまた僕の持っているあのガルの大野さんから譲り受けたマーチン D45 とは違う音色なんですよね。まだ若いんですけどね、現行もんですから、マーチントリプル42はね。で今ステージで弾いてますけど、これもね、坂崎にね泉谷弾き弾いてやってもらいましたよ。でも楽屋で弾くとうるさいんであいつねステージに降りて弾いてた誰もいないステージガチャガチャガチャって言って、あれ何やってんのお前、あ、ありがとねーみたいな、そんなんで、ね、結構あいつの泉谷弾きのおかげでね結構いい音になりましたよ。これかなりね、このマーチントリプル O の4にいいよね。そしたらね今度トリプル O の45ってあるんだって、それ聞いてねえよみたいなさ、これはねちょっと手を出さないようにしようかなと思ってるんですけどね。ですから今マーチンはですね、まあ、トリプル O42 とトリプル O の28と D45 とトリプル O の
M かね、あれを持ってるわけ、4兄弟になっちゃったわけですけど、マーチン4兄弟それぞれ性格が違うんでね、非常にいい感じだなこれな。ちょっとこのなんかね、自分のまあ坂崎にはかなわないけど、アコースティックのなんかちょっと極めてみようかななんて思ったりなんかしてねそしてあのね、全然関係ないんですけど、フェンダーのロッキーっつうのを最近ゲットしたんですよ。お前いい加減にしろだよね、ギター増やすの。今風の時代だよ、物質にこだわっちゃいけないんだよ、物にこだわっちゃいけない時代なの。目に見えるものにこだわっちゃいけないって自分で言ってる割にね、物にこだわってるね、ギターだけにはね。でこのフェンダーロッキーっていうのはですね、夏ぐらいにフェンダー社がね、あのいわゆるその何ていうんですか、マジカルミステリーツアーの時にあの使ってたペイントされたストラトキャスターをジョージ・ハリソンが使って、ちょっとこうあのサイケデリックなやつですけど、あれをね売り出したんでした。あっという間に売れちゃってね、もう間に合わなかった。もうね入ってこないんです日本に。ネットだけしかダメなんですよこれ。ネットで買うしかないんですこれ。だからネットで買うしかないんで、いつ来るか分かんないんですけどね、これは友達とこう連携プレイですねこれね、友人にね、もし入ったら買っちゃってくんないって話でお互いにこう待ってたらね、そのある日高見沢ゲットしたってメールが来たんですよね。嬉しかったなこれ。そして、届いたんですけどね、これが今回5本出たんです。5本出てもうあっという間ですよやっぱり。で今までね売り切れると次なんかあったネクストみたいなのがあったんですけどね、今回もうないから多分これで打ち止めないんじゃないかなと思って、よかったと思ってね。別にさビートルズをやるわけじゃないんだけど、なんかビートルズもんっていうのはね、まあ坂崎もそうかもしんないけど興味あんだよね、特にギターなんかはさ。だからちょっとね、自分の中でも、青春、まあ青春よりもっと子供の時だなビートルズはね。その時に聞いたグループのね、ギリードギタリストが使ってたギターで、ちょっと派手なギター、これを今ステージで弾くのはまあ俺だろうみたいな自分でね思い込んで買いましただからステージで今使っておりますのでね、ぜひともステージで必ず1曲は使ってますんで、ちょっと不思議なギターが、あと SG もちょっとサイケデリックな、これエリック・クラプトンさっきねかけましたけど、クリーム時代に、使ったのと同じペイントされている SG も使ってますんで、この2本なんかこう確認できたらね、ちょっと確認してみてください。ね、今その SG のサイケデリックなやつはね、タイムマシンで使ってます。そしてこの、フェンダーのストラトキャスターのロッキーっていうやつはいろいろですジュリエットで使ったり、まあいろいろです。何で使うか分かりませんけどね。スウェット&ティアーズでも使ったな、そういえばな。まあいろいろありますけどね、そういう部分でね、ギターはね切りないんだよな本当にね。だからまあこの今自分の中で570ぐらいあるのかな。もう還暦の時にもうやめよう、ギターを収集するのは自分で決めたはずなんですけどね、あかんね、これはね、風の時代を逆らっている高見沢俊彦ですけども、まあしょうがない。でもまあ坂崎にお前ギター職業なんだからいいんだよって言われましたけどね、そうだよなってことで納得はして腑に落ちております自分の中ではね。まあそんなわけでいろいろギターの話をしましたけどね、僕意外とねシグネチャーモデルを集めるのも好きなんですよ。あのエレキギターの方ですけど、ね、だからたくさん持ってます。もちろんエレククラプトンで一番まあ高額になるとジミーページモデルかな、あれのナンバー2ですよ、世界ででした。なんかナンバー2、あのナンバー2って書いてあるのかな、これを僕持ってますね。スタンダードモデルですけどね、ステージもたまに使ってます。今回ねレスポールの出番があんまないんですけどね、自分たちのねなんていうんですか時代のギタリストはね、やはりねさっきかけたクリームのエリック・クラプトン、そしてジェフ・ベック、そしてジミー・ページ、三大ギタリストと呼ばれてたんですよ。今ないでしょう三大ギタリストなんてね。えだから
もうみんな憧れてたような気がするな。僕は特にあのレッツエッペリンを生で見ちゃったんでね、武道館で、ジミー・ペイジに行っちゃったんですけどね。でもまあクラプトンも好きだったし、もちろんジェフ・ベックもね大好きだったんです。ジェフ・ベックだけがね、その僕のイメージですけどね、ずっとギタリストのまんま変化ないというか、で進化し続けているというか、そんな気がするんだよね。あの何度かあの僕は、ライブ見に行きましたけどね、見るたんびに感心するというか感動するというか、すごい、まあそのテクニックに打ちのめされて、そして感激して帰ってくるというか、そういうのを繰り返して、いますけどね。ジェフ・ベックはね、なんかいろいろなんかね、逸話だけ聞くとなんかこう時間に遅れたりとかね、なんかこうキャンセルしちゃったりとか、時間に遅れるってちょっと自分もなんか言えませんけども、あのそういうところではちょっとなんかあんまりね、ダメかもしれませんけど、ギタリストとしてはもう最高ですよね。それぞれその三大ギタリストという中で、あのまあ個性が違いますから。で歌うのはエリック・クラプトンだけかな、歌ってるのはね、でもやはりそのギタリスト全生ギタリストっていう感じで今でもなんかこう君臨しているのは僕はジェフ・ベックだな。でね、現役感がいっぱいなんですよ、なんかジェフ・ベックのフレーズっていうのはね。そして同じように、例えばコピーして同じようにできない、これは彼にしか音が出せないのかなというか、そんな感じがします。ピックを使わないんだ。そしてピックを使わないで弾くってのはいいよね。ピックよく落とすからね俺ねだからそこもちょっとね、あとアームの使い方にしても、まあ彼は天才だね、天才だね、ジェフ・ベックっていうのはやっぱりね。まあそんなわけでね、まあジェフ・ベックグループっていうのは最初があって、ジェフ・ベックの話しちゃいますけど、そこにロッド・スチュアートがいたんですよ、ローン・ウッドと。それが最初の第一期ジェフ・ベックグループで、僕もこれ大好きでね、トゥルースとかベッコーラとかね、アルバム持ってたんですけど、その中のプリンスという曲とかね、あとね監獄ロック、エルビス・プレスリーの、これがかっこいいんですよ。この感想がどうやってもなんかねできないという感じですけどね、これまあフレーズはできても同じようにはできないということですけどね。この時のあのロッド・スチュアートの声もすごいね、なんかすごくブラックな感じがしてね、いいんですよ。まあ特にやはり70年代のロックの洗礼をもうまともに僕は受けちゃいましたから、いくらでもこの話はできちゃうんだけど、ただやっぱりこの3人のギタリストの、まあ不思議なことに同じグループにいたっていうのも面白いよね。ヤードバーズっていうグループにねいたんですからね、だからここから世界に羽ばたいていったっていうのもなかなか面白いなと思います。